激動の時代の始まりに、ブギウギ第9週、カカシみたいなワテのお話が始まりました。ツヤがなくなって1年が過ぎていました。梅吉は上京して、さあ頑張ろうとなっていたようです。最初は。しかし映画の脚本を書くことは1週間で挫折。それからは飲んだくれの毎日。そんな父親に呆れながらも気持ちはわかる鈴子。自分は頑張ろうと思っていた最中、お国のために派手なものは禁止、贅沢は敵、欧米大敗文化なんていう世の中になってしまいました。そんなことをやって何の利点があるのか、逆に最悪に向かっているのではないのか。現在の人間から言わせれば笑ってしまうところもあるのですが、それでも当時はこれが当然で絶対やらなければいけないこと。悲しい社会に向かう日本でした。第42話のお話は、鈴子は警察署で茨田律子が自分の信念を守る姿を見て、自分の進むべき道について悩み、唐島部長に相談するが、鈴子が歌えなくなると劇団の存亡に関わるから自粛するように言われる。家に帰ると梅吉はいつものように酔っ払って玄関で寝ていました。鈴子は自分の歌のこと、父親のこと、どうにかする方法が見つからず困っていると、地図が六郎からの手紙を持ってきた。弟からの手紙は、亀のことと僕は頑張っていますということだけの内容だったが、寂しさがこみ上げると同時に嬉しい手紙だった。第42話はこのようなお話になるようです。茨田律子は鈴子のように大きな楽劇団に所属しているわけではなく、律子が抱える劇団ということもあり、すべての責任がある。歌うことをやめるわけにはいかないという事情もあるようです。そんな毅然とした彼女に、鈴子は深い感銘を受けるのですが、茨田律子は茨田律子、鈴子は鈴子としてやっていくしかないようです。鈴子が派手なことをすると、楽団全体がダメになってしまう。彼女一人が背負えることではない。責任すべてを背負う茨田律子とは違う。そして、六郎からの手紙は、母のことは書いていなくても、お父ちゃんと姉やんにという内容で、彼らしい自分が思いついた、自分ができる一生懸命のことだけしか書いていない。相変わらずの六郎が、鈴子と梅吉は嬉しく思うようです。第41話では、梅吉が上京して1年が経ちました。六郎が飼っていた亀も一緒です。花の東京で脚本家として一旗あげたいと希望を膨らませていました。上京してすぐの彼は毎晩遅くまで映画の脚本を書いていましたが、やはり大阪にいた頃のようにうまくいかずに挫折してしまう。ツヤをなくした寂しさと慣れない東京での暮らし。映画の脚本は受け入れてもらえず、梅吉は次第に荒れた生活を送るように。今では毎晩、伝蔵のおでん屋で酔いつぶれる日々です。そんな父に鈴子は手を焼いていました。地図をツヤと間違えて抱きついてしまう梅吉。
そんな父の行動に振り回される彼女は、少し疲れた様子でした。ツヤがお尻を叩いてくれたおかげで、梅吉はしっかりと生きていたのかもしれません。叱ってくれる人がいない彼は、道に迷っているようでした。愛する人を失った辛さは、簡単には言えないのですね。花湯では毎日お客さんに囲まれ、賑やかに暮らしていました。今の彼は、鈴子が劇場に行っている間、何もすることがありません。寂しい気持ちを紛らわすため、酒に溺れる梅吉。彼女は陽気だった父の変わりようを、とても悲しく思うのでしょう。情けないお父ちゃんは卒業すると言った梅吉。彼は今、どうしようもない自分を持て余していました。梅吉は大阪にいた方が良かったのか。東京での父との暮らしは、鈴子の思い描いたものとかなり違っていました。きっと天国の通夜は心配なことでしょう。地図夫婦やおでん屋の伝蔵は、梅吉の寂しさを理解し、見守っているようですが、梅吉は寂しいでしょうが、このままでは鈴子に愛想をつかされてしまいそうです。梅吉は素直というのか、感情のままに行動してしまう。それが彼のいいところでもあり、悪いところでもある。鈴子はそんな父とどうやってうまくやっていくのか。彼女は天国の母に教えてほしいでしょうね。この頃の日本は戦争を始めて3年が経ち、国民は贅沢を禁じられていました。戦地で戦う兵隊さんを思えば、質素な暮らしができるはず。女性がパーマやつけまつげをするなど、もってのほか。都市部では、マッチや砂糖が配給制になり、次第に米や醤油など、生活必需品も手に入りにくくなっていく。そんな世知辛い世の中では、エンターテインメントでさえ、警察の取り締まりの対象にされます。日本の敵国の文化である欧米の言葉も使うことができず、無理やり日本語に言い直すのは行き過ぎですね。楽器の名前が金属ひん曲がり尺八や妖怪的資源というのは、もはや何のことかさえわかりません。ちなみに、鈴子の好きなライスカレーは辛味入り汁かけ飯だったそう。そこまで行くともう滑稽に思えます。しかし、当時は冗談ではなく、本当にそんな時代だったのですね。そして警官は、鈴子の歌う様子が軽薄だと言い出す。今後は動かずに歌うように。三尺四方からはみ出さずに歌うように。三尺というのは90センチで、それでは彼女は棒立ちで歌うことになります。鈴子の歌はダイナミックな踊りがあってこそ魅力的になる。客はそんな彼女を楽しみにしているのに、つまらなく感じてしまいます。かかしやないねんから。鈴子の言葉はもっともですが、警察に目をつけられれば、公演は中止せざるを得ない。戦時下でのエンターテインメントの制限は、コロナ禍の時に似ています。コロナ禍のエンターテインメントでは、声を出すのも禁止で、客席も閑散としていました。でも、戦時中の方がもっと取り締まりが厳しかったでしょう。そして彼女は、かかしのように歌いますが、がっかりして帰る客もいました。
その様子を見た鈴子は思い切って三尺四方の枠を出て歌います。しかし客席で見ていた警官にすぐ公演を中止するよう命令を受ける。公演が中止になって不機嫌になる客がいたり、同情する人もいたり、どちらにしても夢のある舞台が見れないのは悲しいこと。戦争は人々のちょっとした楽しみさえも奪ってしまいます。鈴子は警察で体全部を使って歌うことが自分の持ち味だと説明する。彼女の歌と踊りは一つになってこそ価値があります。かかしのように歌うのでは盛り上がりに欠けてしまう。だいたいその長いまつげも気に入らん。警官は彼女の意見を一切受け付けず、化粧のことまで文句を言います。つけまつげでもせんとしじみが二つはっついてるだけの貧相な顔になってしもて、このくらいの方が舞台やったら見栄えがするんです。鈴子は警官を刺激しないよう気を使って言いました。それでも彼女の意見は却下され、トレードマークのつけまつげは外すことに。そして茨田律子が警察署で尋問されているのを目にします。彼女は堂々とした態度で警官に自分の意見を言っていました。冗談じゃない、着飾って何が悪い。私はお客様に夢を見させる歌手よ。舞台に立つ者は華やかな格好が当たり前と、彼女は警官に強く抗議します。鈴子は彼女の歌手としてのプライドに衝撃を受けたようでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。